どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、D 払いのね、キャンペーンが激アツっていうことで、今回ね、ペイサービスの D 払いのキャンペーンについてね、今回紹介していきたいと思います。今回ね、紹介するのは、D 払いで、支払いで 50% ポイントバックされるキャンペーンがですね、この動画出た今日からね、始まりますんで、それでね、まあ、今回これ 50% のね、キャンペーンなんですけども、併用したね、他のキャンペーンも利用できたりとか、しますので、こちらもね、一緒に解説していきますんで、よかったらね、お付き合いいただけたらなと思います。まずね、この D 払いの 50% キャンペーンは、誰でも参加することができます。D 払いって聞くとね、ドコモのね、ペイサービスでイメージされる方多いと思うんですけども、誰でもね、参加することができます。まあ、D 払いっていうね、名前がね、ちょっと誤解を生む感じがしますよね。今回のこの 50% ポイントバックされるキャンペーンは、3月12日、1日のみ、今日だけっていう感じですね。で、ポイント付与上限なんですけども、1000ポイントが上限っていう風になってますんで、50% ということなんで、支払い対象金額は、2000円まで。まあ2000円使ったら、1000円返ってくるっていうキャンペーンになります。で、この、付与ポイントの種類なんですけども、ドコモポイントっていうのは普通のポイントと、期間限定ポイントっていうね、3ヶ月しか有効期限がないポイントに分かれてるんですよね。今回のこのキャンペーンでもらえる、ポイントは、期間限定ポイントっていう風になってますんで、3ヶ月以内にまあ利用する、しないとね、失効してしまうポイントとなります。ポイントの付与時期なんですけども、4月の下旬ということになってますんで、まあ、1ヶ月半ぐらいにね、後に返ってくるっていう感じですね。で、こちらね、こちらのキャンペーンはエントリーが必須となっております。まあ、基本的に D ポイントのね、キャンペーンってね、エントリーを必須にしてるんですよね。まあ、利用した後でもね、このエントリーは OK っていう風になってますんで、まあ、ひとまずね、今すぐね、エントリーの方を行いましょう。エントリー自体はですね、D 払いのね、アプリ内の、バナーからね、エントリーすることができますんで、エントリーはね、確実にしていきましょう。で、今回のこのキャンペーンの、支払い方法なんですけども、対象店舗で、D 払いで、買い物することによって、もらえるっていう感じになっております。で、今回の対象の支払い方法なんですけども、ここでちょっと注意していただきたいんですけども、D カード払いですね。こちらはクレジットカード保有者のみ。携帯電話、合算払い。こちらは、ドコモユーザーの方のみ。っていう風になっております。3番目にね、口座払いっていうのがあるんですね。こちらが誰でも、利用可能なんですよね。で、私も、ドコモユーザーじゃないので、今回のこのキャンペーンね、利用する際は私も口座払いを利用するっていう感じになります。で、この口座払いだと、どうやってチャージするかっていうと、まあ、方法はある、いろいろあるんですけども、まあ、一番簡単なのはね、セブンイレブンの ATM でね、入金するのがまあ一番楽かなっていうふうに思うんですよね。ATM にQR コードを読むとこありますよね。あれを読んで、まあ、入金するっていう感じですね。さらにね、注意していただきたいのは、今から読み上げるやつはね、すべて対象外になります。D 払いに D プリペイドカード設定での支払い。こちら対象外。D 払い、予約、注文サービス、プラス D ポイントの支払い。ゲスト支払い、ゲストとはね、D アカウントの認証のない状態での支払いですね。で、今読み上げた中で一番気をつけていただきたいのは、D ポイント払いっていうのはね、気をつけてくださいね。こちらスマートフォンのね、D 払い自体はスマートフォンのアプリなんですけども、ポイントを利用するっていうのはね、本当にワンクリックでできてしまう設定になってしまいますんで、こちらね、利用する際は確実にこれ外してくださいね。そうしないとね、これポイントで支払われて、今回のこの対象にね、ならなくなっちゃいますんでね、その点は気をつけてください。対象店舗はね、一応、基本的にはほとんど対象なんですけども、一部ね、対象外のお店がありますんで、まあそちらもね、公式サイト、見ていただくようにね、していただけたらなと思います。まあ、今回ね、まあ、こちらで 50% ね、還元が受けられて、まあ、2000円分の買い物で、まあ、1000円がね、戻ってくるキャンペーン、まあ、かなりいいですよね。で、次にね、今回のこのキャンペーンと併用できるね、キャンペーン一つ紹介していきたいなと思うんですけども、今ね、松本清で D ポイント20倍キャンペーンっていうのがね、やっているんですよね。こちらね、併用できるんですよ。
ですんで、こちらの松本清のキャンペーンはね、期間が3月1日から3月31日になっておりまして、こちらももちろんね、エントリーが必須っていう風になってまして、購入金額に対して20倍っていう風になっていて、 T ポイントは100円で1ポイントが貯まりますんで、100円で20ポイントっていう風になります。でこちらね、利用方法はね、エントリーして本当に D ポイントを掲示するだけなんですよね。あの店員さんに D ポイント読んでもらうだけなんですよね。で支払い方法の縛りがないんで、この D 払いのねキャンペーンと併用できてしまうっていう方なんですよね。ですので、仮にね今回、先ほどのキャンペーンで、対象支払い金額が2000円ですよっていう話をしましたけども、これをそのまま2000円使ったとしますよね、松本清で。そうすると、先ほどのキャンペーンで、1000ポイント返ってきますよね。でこちらの今回のこの松本清のキャンペーンでね、400ポイントが返ってきてしまうということで、2000円の買い物をして1400円分のポイントが返ってくるんですよね。しかもこれ D ポイントで返ってきますんで、もちろんねまた松本清で利用してもいいですし、その他ね D ポイントが利用できるところで、利用するのももちろん OK です。この松本清っていうのはね、松本清自体でやっている公式アプリがありますよね。そちらで、ダウンロード特典でね割引クーポンがもらえたりとか、1日2回ねあのガチャみたいなルーレットが引けてですね、それで出るとまた 5% からね 15% からねクーポンがもらえたりするんですよね。でこれもね合算できるんですよ。合算というか、一緒に利用することができるんですよね。ですんで本当に最大数いくとね 70% 超えてくるんですよね。ですんでね、今回のこのキャンペーンね、ちょっとね複雑かなって思う方多いかと思うんですけども、エントリーして D ポイントをね出して D 払いで支払うだけなんで、順序だけね考えればそこまで難しいキャンペーンではないのでね、しかも2000円購入して1400円分返ってくるのであれば、この時期ね私はね結構花粉症がひどいので、花粉症の薬とかねちょっと買っちゃおうかなと思ってる感じなんですけども、2000円で1400円返ってくればねかなりいいですよね。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思ってたんですけども、 D ポイントに関してはねちょっともう一個ねおすすめのキャンペーンがありまして、こちらね、D ポイントには、D デリバリーっていう宅配サービス、デリバリーサービスがあるんですよね。ピザとかお寿司とかそういうデリバリーサービスなんですけども、そのキャンペーンもね 50% 還元やってるんですよね。でこれがどういうキャンペーンかっていうと、3月の平日のみ対象で、利用金額に対して 50% ね、ポイント還元してくれるんですよね。しかもこれのすごいところは上限ないんですよ。っていうことなんで、1万円分利用したらね、5000ポイント返ってくるんですよね。でこれ返ってくるポイントは、期間限定ポイントで返ってきますんで、3ヶ月以内のね有効期限になるポイントなんですけども、上限がないっていうのはやっぱすごいですよね。もちろん2枚分貯まるなら1枚分返ってくるんですよね。いやこれね、 LINE とかのねデリバリーで結構ね、キャンペーンってやってるんですけども、 D ポイントのデリバリーキャンペーンはね本当にすごいですね。でこちらの、支払い方法なんですけども、現金、ドコモ払い、クレジットカード払い、 D カード払い、請求書払い、ポイント払い、どれも OK なんですよね。ポイントも OK なんですよ。ですんで、ポイントで支払って半分ポイントで返ってくるんですよね。しかもこれが、さらにすごいなんですね。繰り返しも OK なんですよ。D ポイントをね、ある程度持たれてる方はですね、かなりね、おすすめのキャンペーンになってるんですよね。ちょっとね、贅沢するのもいいと思いますし、ホームパーティーとかでね、利用するっていうのもね、かなりいいですよね。で、さらにですね、今、D デリバリー内でですね、今、クーポンが出ておりまして、東北応援全品 20% オフキャンペーンっていうのがね、やってるんですよね。こちらね、併用できてしまうんですよ。もしね、対象のお店はね、結構ね、ピザ屋さんとかね、そういうのに限られてしまうんですけども、こちらもですね、20% オフでね、商品を買うことができて、なおかつそこから 50% ポイントバックみたいなね、そんな利用の仕方もね、できてしまいますんで、この D デリバリーのキャンペーンはですね、3月もキャンペーン自体始まっておりまして、平日だけやっているキャンペーンではあるんですけども、検討してみていただけたらなと思いますね。
いかがだったでしょうか。今回はね、D 払いのキャンペーンと、D デリバリーのキャンペーンね、紹介させていただきましたけども、いやね、 D ポイント D 払い、まあ、こちらもやっぱ熱いですね。今ね、このキャンペーンが D ポイントね、すごいいろんなキャンペーンやっていて、本当に追いかけられないぐらいね、キャンペーンやってるんですけども、お得なキャンペーンはね、今後も紹介させていただこうと思ってますんで、ちょっと利用してみたいっていう方はね、こういう動画も追っかけてみていただけたらなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。